久保さん、すごいですね。100万ですか。おめでとうございます。いやー、僕はね、どうなんすかね。まあ、あの、今のところ、今の余力だと、車が限界ですね。<laughs> まあ、あの、ガソリン代と、保険代と、車検代と、まあ、それも僕で見るので、まあ、それが限界ですね。今のところは。 まあ40からまたが、あの、いろいろなまた、ね、違う感じになると思うんで、まあ僕もそういう風になれるかもしれないですけど、ただ僕はなんだろうな、これは結果論で、今ね、ちょうどね、なんか高橋がなりさんのね、あの、また聞いてたんですけど、まあ確かになっていう、思うことがあって、まあ生物の話をしてて、まあ生物っていうのは下から上にはいかねえと、 上から下だと。だから、うーん、あーなんだろうな。死んでいくものに対しての、うーん、なんだろうな。うーん。なんて言ってたかな。まあ、あとりあえず親孝行はあんまり、あんまりその、なんか美徳ではないというか、うーん、なんだろうな。 まあそれは生物の仕組み上しょうがないと。うん。だそれは多分ね、自己、自己満だと思うんですよね。うんお。親に俺はこんなに孝行したぜ、みたいな。で、それが自分の中で、あの、しなくてもしてもいいと思うんですけど、したら自分で、なんか、親にこれだけできるようになったんだなっていう自信だったりとか、まあそれをなんかき、き綺麗な言葉でまとめると、 感謝ってなるんですけど、実は感謝してるというよりかは、実は僕はまあ自己満足してるんじゃないかなっていう、まあ根本的なコアはね、俺はこれだけの人間になれたぞっていう証明なんじゃないかなと思います。だそれはそれでいいですしね、別に。うん。だからまあ、どう生きるかですよねうん。そういうふうに自己を満足させる。俺はこれだけ稼げるようになって、 まあ、親にもこれだけお金を渡せるようになったと。うん。みたいな感じですね。で、その前提があった上で、じゃあ、自分が今、今、自分の人生があるのは、まあ、親が産んでくれたからっていう後付けというか。うん。だから、なんだろうな。うん。自分を一生懸命生きればいいんじゃないですか。単純に。 うん、多分ね、僕、最高の親孝行は自分を一生懸命に生きるっていう、ただそれだけだと思うんですよね。おそらく。うん。だから、親と子の関係っていうのは、その、多分、無償の愛なんですよね。だ例えば、うん、子供を産んだ時に子、子供をね、育てて、将来、まあ、投資みたいな考え方ですよね。最初は、負債なわけじゃないですか。で、ね、その、ビジネス的に考えると、 ね、まあ、その子どお、親と子供をビジネス的な考えをするっていうのが、ちょっと反、反する <laughs>、ね、社会的なモラルがないかもしれないですけど、まあ、仮説でね。で、そうした場合、子供ってのは負債ですよね。だってずっと金かかるんだから。めちゃめちゃ金かかる。金と時間めっちゃ取られるわけですよ。で、じゃあ、大人になった時に、じゃあ、その子供が、あの、すごく成功して、で、そのバッグを得るっていう、わかります。でも、そうじゃないですよね。 無償ですよ。別にその何も求めてないし、あの、我が子が元気に育ってくれればいいっていう、ただそれだけの多分あれだと思うんですよ。別に見返りを求めてないですよね。うん。そもそも、親は見返りを求めてない以上、見返りを返す必要はないと。<laughs> だから一番の、もしそこに見返りがあるとするならば、今楽しく生きてるのか、今一生懸命生きてるのか、っていう、 とこなんじゃないかなっていう。楽しく生きてれば、あ、あ、親がね、産んで良かったなと思うんじゃないかなと。うん。親は別に子供から何も求めてないと思うんですよね。もちろん助、なんだ、困った時に助けてくれるとかそういうね、まああるかもしれない。助けてくれてありがとうみたいなのあるかもしれないけれども、基本的に困,困ろうが困らないが、結局それもすべて責任じゃないですか。うん。産んだ以上は。うん。 まあまあまあ、そこになんか利害関係はないですよね。ぶっちゃけ。うん。まあ利害関係があるおおお親と子っているんですかね。まあその投資みたいな、子供は投資みたいなね。<laughs> いんのかなまあ全,全世界探せばいるかもしれないですね。うん。子供を成功させて、あの、見返りを求めるみたいな。<laughs> 多分ないんじゃないかなとは思いますけどね。 だからまあそのね久保さんが100万円親に渡しましたすげえなと思う人もいると思うんですけどまあ僕もすごいなとは思いますけどただ自分はどうすればいいのかっていうところで多くならば自分が一生懸命生きてれば僕はそれが最大の親孝行となると思いますんで、うん、あとはまあその還元するかしないかは自己満であると <laughs> そううん 俺もこんんなななな大人になれたぜっってていいううかか自己満かなっていうだから僕は本当にねなんかあの実際に300万の BM をこうプレゼントした時に感謝の気持ちというよりかは俺できたぜみたいな <laughs> ようやく有言実行で、まあ、昔からね親に車買,い買ってあげたいってずっと言ってたので、まあ、うちはずっと軽自動車でしたから貧乏で軽自動車だったし。 なんか死ぬ前にやっぱ普通の乗用車というか、まあ、乗ってもらいたいなっていうのはねまあ、僕 GTR 乗ってるし <laughs> だから、まあ、そういう思いがあったんで、まあ、それを有言実行できたっていうことはなんか自分の中で怒らしげだったし親に感謝の気持ちというよりかは何だろうな親孝行というよりかは自分,へ自分の人生のけじめみたいな感じですよね今まで思ってたこと 言ってきたこと。まあずっと結構言ってましたからね。3年ぐらい言ってたと思いました親にプ車プレゼントしたいみたいな動画で。でもそれやっぱ借金が僕2000万ぐらいあって、それも結構きつかったんで、本当ようやくだなっていう。で、本当は今年、ね、まだそんなに余剰資金僕もないので、あのー、結構きつかったんですけど、まあただ、ね、親の、 死を考えた時に車乗れる時間ねえぞと思ってうんだからまああといい車がなかったってもありますけどねまあいい車があったとしても、ね、お金なかったら買えないだろうし、うん、まあいろんなも部分が重なって今年3月か2月、うん、プレゼントしましたけど、うん、ただプレゼントした時は 親孝行というか、感謝とか、そういうの、そういうのは建前上であって、まあ自分ですね。うん、俺はこういうことしたぞっていう。うん、まあいろいろ申し上げましたけど、まあ今を一生懸命生きるっていうことが、今を楽しく生きるっていうことが、最大の親孝行なんじゃないかなと思います、はい。その中でもっと自分を満足させていきたいんだったら、親孝行なんか何百万とかね、 プレゼントすするととかやった方がいいと思い思ますよ気持ちがいいですよ。久保さんも多分気持ちがいいと思うんですよ。まあ久保さん昔ちょろっと言ってましたけど、ね、息子からもらったお金を一切使わないみたいなね。<laughs> 久保さんは分かってると思うんですよ。分かってるけど、プレゼントするみたいな。まあわかんないですよ。今は使ってるかもし使ってる部分もあるかもしれないですけど、なんか前言ってたような気がするね。あの、子供からもらったやつ貯金してるみたいな。<laughs> うん。 結局自分がこう生きていく上で自分をどう満足させていくのか、自分をどうその幸,幸せにするのかって幸せの形っていろいろあって、あの、自分が何かを買った時に、わや,やっと買えたっていうね、幸せもあるし、例えば大切な人に、と思う人に対してプレゼントした時ありがとうって言われる時に幸せを感じることもあるだろうし、だから幸せの形っていっぱいあるんですよね。 だから自分の欲求を満たした時の幸せもあるし、他人の欲求を満たしてあげた時の幸せもあるだろうし、まあ、自分が笑顔にいる時が楽しい時もあるし、他人の笑顔を見た時幸せを感じる時もあるし、だからもう、だから自分か他者かっていうところですよね。だけど、これはまあ、結構稼ぎ、結構いろいろ稼ぐと、やっぱね、自分の幸せって自分でも限界があるんですよ。うん、やっぱいくら手に入れても、 やっぱね、あんまり満たされないんですよね。まあ、ちょっとは満たされるんですけど、深い部分で満たされるってのはないんですよ。だから買うんですよ。だからいろんなものを買うんですね。でも、なんか、心から満たされるっていうことはないんですよ。なぜなら、それは単発的なものなんで、うん、中長期ではないんですよね。でも、単発的な、その、うん アドレラリンというか、単発的なエネルギーは必要なので、それはもう必要なんですけど、ただ中長期見たときはあ、あまりその効力がないと。もちろん一部はあるんですよね。僕車、3、4GT-R はもうずっと一部じゃなくてもう一心同体みたいなもんなんで、あればいつ見てもかっこいいなと思うし、なんかずっと死ぬまで乗りてえなと思うので、まあそういうものに巡り合えたっていうのは僕はラッキーでしたけど、ただまあ、 例えば、あ,あこ、これね。これも5万円ぐらいしたんですけど、この加湿器ね。まあ今、あの、梅雨なので使えないですけど。<laughs> 今、梅雨でね、加湿してたらね、除湿器買おうかなと思ってますからね <laughs>。これも洗って使ってないですよね、今、うん。だから単発的ですよね、こんなのは。うん、でも買ったときは、まあ、 ねまあ、5万円ってまあまあ僕の中では高いので、まあちょっと満たされましたけど、今はあんま大した満たされないので、見ても。<laughs> まあ使ってないしね。うん。まあその空気清浄機も5万ぐらいで買いましたけど、バリューミューダーの。なんか、最初買った時はあってなりましたけど、まあ今普通ですし。<laughs> でもね、3、4GT-R はね、なんかね、 まあ、の乗るしね、なんかやっぱ体の一部ですね、あれはね。なんかうんまあ、とりあえずいろいろ申し上げましたけど、あのー、一生懸命生きればいいんじゃないですかね。うん、もらった命を、うん、使いまくればいいんじゃないですかね。いってらっしゃい。